さすがは神戸、鉄壁の包囲陣だね。まずは本陣のすべき場所を確保しようか。ならば堤防前の砦が敵と分かったと思います。全軍を盾に分けて進ませましょう。一方の砦北側より敵軍を林道方面に追放し、もう一方が東側より砦に侵入を試みるのです。承知しました、お重。では私は東側より砦に進みます。 敵に察知されると砦のダッシュは難しくなる。注意してくれ。宗春はもう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。早く助けないと取り返しがつかなくなる。 敵を包囲攻撃できるだろう。 高松町の援軍、小舟に乗せて逐次搬送しましょう。うん、小舟なら敵の目につきにくいからね。急いで準備にかかろう。 こちらからも援軍に兵を割きます。本陣守備は万全なので心配ありません。 敵も無駄なことだ。この絶望的な状況下で何ができる。サドンのバカは何やってたんだ。前線部隊、毛利の進軍を阻め。開門。
手勢も動かして市街地より堤防の外へ橋を架けよう。 橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。 さあ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされれば強撃の機を逸します。それに宗春の命も。急がなくて。敵将討ち取ったよ。 高松城に近づけるな。 敵を攻撃する好機です。 攻撃策はうまくいきましたね。 さあ、秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか。全軍で敵本陣を目指そう。
唐突に何を。わしゃお前をめちゃんこ気に入っとるのに、なんで敵として生まれたのじゃ。敵将討ち取りました。こりゃたまらんわ。全軍引け。信長様の援軍を待ち再起を図るんじゃ。高影、大海、今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、次に相まみえる時、彼らが敵であるとは限りませんから。こたびの戦は勝てたな。次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます、羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいででは。毛利は追ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川高影はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しや。信長様の仇を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。